吉田さん、吉田さんのそのクレーム処理の話、いや語り草ですよ。でこれがそのね、弟子の方も一緒に体験したわけじゃないですか。だからこの弟子の方のノウハウにもなるわけですよね。ちょっとやそっと失敗したぐらいじゃあ俺鹿児島まで飛行機で行って土下座したぞみたいなね。だからどんな謝罪対応したかっていうのもこれまたノウハウであり、コンサルできるぐらいの経験だと思うんですよ。さあ今日はね、新聞の折り込みチラシにポストマンというのが入ってました。これは就職を紹介するチラシですね。例えばね、デイサービス時給970円介護スタッフパートさん募集ってのがあります。 QR コードで情報が読み取れるみたいです。だから小さな広告額でも表現できるってやつですね。それからね、警備員行きましょうか。交通警備スタッフ8500円、これ以前から募集してるんですけども、これがね、常駐警備になると日給13825円、未経験者歓迎週払いかってなってますね。なかなかいいじゃないですか。灯油の配送スタッフ募集時給1000円、ね、これからの時期灯油をね持って回るそういった車も求められるでしょうね。普通免許があればすぐにスタートできます。灯油を買いに行くのはすごく大変だと、18リットルもありますからね。そこにおじいちゃんとかおばあちゃん、車もない人もいる、そういう時に配送してくれる灯油のサービスはありがたいですよね。それから校内製造作業スタッフ募集、無資格未経験でも OK、 きちんと研修があるので未経験の方や初心者の方も大丈夫ですということで、倉庫内の軽作業ですね、製鉄設備のメンテナンス工事のお仕事のほか、操業オペレーターや出荷業務などもお願いします。17万5千円から30万ということで、まあまあじゃないですか、メガテックさん。まあこういう風に儲かる話って、ね、山ほどありますよね。別にネットビジネスとかネットワークやらなくてもこうやって儲かる話がいくらでもあるわけですよ。ただでね、これを活用していきましょうっていうことを今日の動画返信させていただきます。儲かる話はワンサとあると、謝る方法もワンサとあると。いってらっしゃい。